川端です。よろしくお願いします。今回は聖望学園高校の問題です。立方体の三点切断ということで、一辺の長さが6の立方体がありまして、ここ42で、ここ M は GH の中点になってます。で、この A と I と M、 この3点を通って切断すると、その時の切り口の面積を求めなさい、また切り口の名前を求めなさいという問題です。ぜひ動画を止めて考えてみてください。はい、それではね、解説していきます。まず切り方なんですけれども、同じ平面上にある2点は結んでください。つまり A と I はこの左側の面で同じ平面上にあるので、切り口この AI が決まります。で、続いて I と M は同じ平面上にないので、結ぶことができません。ここ結んでも立体の、ね、表面を切ってるわけではないので、外側ですね、中を結ぶような形になっちゃうので、 IM とか AM は結んでも切れないよと。じゃあどうやって切るかということなんですけれども、平行な面に対しては平行に切れるっていう法則があります。つまり左の面と右側の面ですね、これが平行ですよね。なのでこの AI と平行になるようにこうピッと引っ張るわけですね。で、ぶつかってたところ、ここが、ぶつかったところ、こことここを結ぶことによって、ここの切り口が決まると。で、I と M は結べないんでどうするかっていうと、ここのところをね、名前、ちょっと J としましょうか。そうすると、先ほどと同じで、この奥側の面、AEHD と手前側の面、BEFG、 すいません、もう一回言います。奥側の面 AEHD と手前側の面 BFGC ですね、これが平行なので、この AJ と平行になるようにこうぶつかり、で、こことここは同じ平面上にある2点で結ぶことができるよということなので、まず切り口の面相はと言われたら、これ五角形っていうのが答えになります。1,2,3,4 五角形ですね。ちょっとここ M としましょうか。ここ五角形というふうになります。じゃあこの面積どうやって求められるかっていうことなんですけれども、これ今先ほどね、平行の面に対しては平行に切れるよっていうことでこのように切ってったんですけれども、まあ他のやり方も実はありまして、平面を伸ばして考えるっていうやり方もあるんですね。どういうことかっていうと、例えばこの AI なんですけども、これはABFE 上にありますよね。この ABFE のこの BF をこちら側に伸ばす。まあスマホで言うとこうやって拡大するわけですね。この面 ABFE をこの BF のとこ伸ばすと。そうするとビーって伸ばしてって、で、そうするとこの AI はですね、ビーってこの切り口はビーって結んで、ここにぶつかるわけですね。で、ここのぶつかったところですね、ちょっと K としましょうか。そしたら、この K と M を結ぶと。で、そうするとさっきのぶつかった N がぶつかるんだよね、こう。ぶつかって、で、さらにこの線を伸ばしていくと、この下の底面ですね。下の底面をちょっと右側に伸ばすとですね。右側にこう伸ばすと、ビーって伸ばしていくと、ここでぶつかるわけですね。で、また、こことここを結ぶと、こんな形になると。いうことですね。つまりですね、この三角形、ここの部分をね、ちょっと L としましょうか。そうすると、三角形 AKL、この三角形から三角形 IKN と三角形 JML、これをくり抜いた形になるんですね。わかりますかね。で、実はですね、あとこれ二等辺三角形になります。この三角形 AKL が。で、なんで二等辺三角形になるかっていう話なんですけども、ちょっと細かい長さちょっと求めていくと、まあ、例えばそうですね、ここの FK の長さですか？この FK の長さを求めたかったら、相似で求めることができます。ここと、ここの相似ですね。で、相似比がここ2対4、つまり1対2なので、ここも1対2って分かります。ただ6の半分でここ3で出るんですね。ここの長さが3というぐらいに出ます。
で、ここが3になってるので、これとこれ合同になりますね。ここも、相似であり、ちょうど長さ等しいの合同。だから L っていうのはちょうど真ん中に来るってことがわかります。で、そうすると、ここも、これと、この三角形 MGN と三角形 MHK、これだって合同なんですね。これとこれも合同になります。なので、ここ3ってわかりますね。で、ここが6なので、そうすると、ここの高さもわかりますね。ここが6と、今度はちょっと違う数字ですね。例えばこれと、これの数字を使えば、例えば6対3で2対1ですね。だから DJ 対 JH も2対1。で、21ってことはちょうど長さ6なので、やはり42に分かれるんですね。っていうふうに分かります。そうすると、まあ、ここの J と I って同じ高さになるんですね。そうすると、これ、対照的な図になってるってことが分かりますよね。この I と J が高さ同じ。で、N と N はちょうどね、それぞれの中点になってるよと。ということで、まあ、二等辺三角形っていうのがね、分かると。で、そしたらですね、二等辺三角形っていうことが分かり、今こんな感じになってるんですね。ここが I で、J で、N で、M でと。で、あとは、例えば、こことここの比とかもわかります。つまりこれ、KI 対 IA ですが、先ほど言ったようにですね、相似、この緑の三角形、相似なんで、これとこれ、相似なんで、相似比ってこれ1対2ですよね。ということなので、ここも1対2というくらいになって、ここ1、2。で、同様にして、まあ、左右対称って考えれば、ここも1、2っていう形で分かれます。で、ここは平行ですよと。で、平行ですよと。まあ、こんな感じですね。はい。で、二等辺三角形。だから、まあ、ここももちろん、こうなってると。だいたいなんか見えてきましたかね。そしたらですね、じゃあ、今求めたいのはこの五角形の面積なんですけれども、五角形の面積は、この三角形 AKL から、三角形 IKM と三角形 JML をくり抜けばいいんですけれども、ここで、まあ、それぞれの面積を求めてくり抜いてもいいんですが、面積比をうまく利用して解きたいと思います。つまり、この三つの三角形、相似ですよね。三角形 AKL と、三角形 IKM と、で、三角形、JML が相似になっていると。なので、相似な図形は、相似比2乗することによって面積比が出ます。つまり、ここ、丸3だから3の2乗で、面積比は3の2乗で9対1の2乗で1対1ですね。ということなので、ここ1個分、ここ1個分、で、全体が9個分になるので、求めたい面積は7個分ということになりますね。ということで、例えば、この三角形 IKN。私は、ね、いつもちっちゃいのを求めようとしてるするんですけど、このちっちゃいの面積求めて7倍したのが答えになるよということがわかります。そしたら、この IKN の三角形の、なんですけど、これ二等辺三角形になりますが、まず KN がここ1対1対ルート2ですね。なので、ここ3ルート2という具合に出ます。で、続いて、この IK はちょっと見えなくなってすいませんね。こっからここ3で、こっからここ2なんですね。こっからここ2。で、3と2で3変をすれば9たす4で13。13にルートつけてルート13ってわかります。なんで、こっち側もルート13ってわかります。つまり、この IKN ですね。この三角形はルート13、ルート13、3ルート2の二等辺三角形になりますね。ということで、じゃあどうするか、垂線引っ張りますね。と、半分でここが2分の3ルート2というぐらい出ます。そうすると、この高さ H を求めることができますね。まあ、ちなみに2分の3ルート2、そのままやってもいいんですけども、ルート2分の3と同じになりますね。分母をね、有理化したと思ってください。ルート2、ルート2かけたら2分の3ルート2。で、そうすると、高さ H っていうのは、三平方で、ルート13、斜辺の2乗から、このルート2分の3の2乗を引くと。ということで、これ計算すると、13引く2分の9。
という具合になって、13は2分の26ですから、そうするとルート2分の26引く9で17と出ます。で、ルート2分の17と出るので、そうするとこの三角形、この IKN の面積、この面積が出ますね。つまり、底辺が3ルート2かける高さが今言ったルート2分の17かける2分の1。で、この三角形 IKN の面積が出て、で、これを7倍したものが答えだよということになりますね。これが切り口の面積になります。であとはこれ計算して、ルート2とルート2でこれ約分していけますね。で、あとは、もうこれ以上計算できないので、分母が2で、分子が 3×7× ルート17、つまり21ルート17ということで、答えが2分の21ルート17という具合に出すことができるよということですね。まあもちろんね、全体からこの2つの三角形くり抜いてもいいんですけども、まあ同じね、この三角形の面積、ちょっと三辺を少しめんどくさい、分数でできてめんどくさい形になりますので、それを何回、2回やるよりは、相似比をうまく利用してですね、相似比の2乗が面積比ってことを利用して、1対1対7にしてからちっちゃいやつ元でなんとか倍にしてやるのが、まあ私は計算が少なくていいかなというふうに思っております。わかったかな？ということで、これね、この聖望学園のちょっと何年か忘れてしまいましたけど、の最後の問題だったので、結構難しい問題だったんじゃないかなというふうに思います。ただ難関校を受けようと思っている方はですね、ぜひマスターしてほしいので、自分なりにもう一回解いてみてください。以上で解説終わります。では。